ボルチモア・ワシントン国際空港の区分航空図飛行場ごとの着陸図マサチューセッツ州ニューベッドフォード地域空港のページ航空図とは航空機の航行のために作成された空の地図である航空図には航空機の運航計画や運航中の進路把握など航空機運用の際に必要となる以下のような地理情報やその他の必要な情報を掲載している着陸図 飛行上図、無線広報図など、目的を絞って、特定情報だけ強調した図もある。航空図も、海図同様に、安全な航行のための情報更新が頻繁になされている。また法的に、飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて、適切な航空図は、航空機に備え付けなければならない書類の一つである。現在、 後方の自動化が進み、航空図の電子化も、相まって、紙の航空図を電子化が急速に進みつつある。民間航空でも IA 部の運航乗務員への配布が、始まり、一部の航空会社では運航マニュアルの、電子化すでにコックピット内の後方システムには、電子航空図が組み込まれているが、パイロットが携帯する。 フライトバック内のバインダー形式のエアーマニュアルの電子化が進みつつある。2014年、アメリカ連邦航空局による紙媒体に代わる書類として追加形式証明されている。初期には、海図の様式をそのまま適用してメルカトル図法を用いることもあったが、現在ではランベルト昇格塩水図法が主流となっており、ランベルト航空図の名称も使われる。 一部に地形図等を流用している図や赤道近辺では横メルカトル図法などが見られる。また北極点付近等ではポーラーステレオ投影図法が用いられることもある。国の機関では歴史的に海図作成機関が航空図も作成する場合が多い。日本では海上保安庁海洋情報部が発行している。飛行場の詳細な情報を掲載した。 着陸図などは国土交通省航空局が発行している。アメリカでも当初は政府沿岸測地測量局が航空図を発行していたが、現在は連邦航空局に移管されている。航空という性格上、外国の情報を必要とすることも多く、国際民間航空機関が中心となって、標準化により情報の共有を進めている。 その一つが100万分の1国際航空図である。他にも ICAO は国際民間航空図が国際条約が定める付属文書4で定める国際基準及び韓国方式によって航空図類の整備を加盟各国に求めている。ICAO が定める航空図は加盟各国の航空局が発行する航空路詞 AEP には WAC などの多色ずりの航空図を除いた図が閲覧できる。日本では AIS ジャパンのウェブサイトからエープを登録の上ダウンロードできる。一方で軍や国防省の組織が作成に関与することも多かった。アメリカ国防総省地図局も世界統一企画と呼べる航空図シリーズを発行していた。公益法人や民間での航空図観光も多く、 日本の日本航空機操縦士協会、アメリカのジェプソンなどがある。特にボーイングの配下にあるジェプソン社が、全世界の航空情報を集約し独自に、航空図を編集、出版して、実際の民間の航空会社に、有料で提供している。こうした民間の作成する、航空図はあくまで政府の定める、航空図の参考図として定められていたが、実際に、 民間の航空会社は、ジェプソンのエアーマニュアルを広報上の航空図として利用しており、前述の法的に備え付けるべき書類として認められている。概要で触れたエアーマニュアルの電子化も民間分野で急速に進み、ジェパン新ン社のエレクトロニックフライトバッグはすでに、エアーバス社の A380 以降の最新駅や、ボーイング社の B787、 一部の B777 のコックピット内で、広報形器との連携の標準化が進みつつある。航空法第59条、航空法施行規則第144条の2、タクティカルパイロテージチャートとオペレーショナルナビチャート。現在は更新しておらず、航空目的で使用せず読み物としての見つかうよう、呼びかけられている。ありがとうございます。